今3連勝ぐらいしてるんじゃないかな。配信止まってないよ。小賢しいな。初見で初見の方どれぐらいで初見。初見初見プレイングのうまさに感動した。プレイングのうまさに感動した。さあここは、まずはボルテールがいらないね。ボルテールはまず1枚最初に、まあ、切りたいカードみたいなね。あ、初見初見初見生初見初見あ、初見さんみんなコンチャー、とりあえずこれもいらないな。初見さんコンチャー、デッキ見せてください。デッキはこの前紹介確かしたな。この構築は初見ですけど中二病っぽくて面白い。てかリーフのデッキちょっと減ったんかな。なんかアストラリーフの構築にあんまり出会わないけども、まずは1枚目トトピッチ召喚するか。出発出発。いやレンドラマジで強い。あ、ちなみにバゲルハゲガイザーみんな何枚持ってる。これこのね放送見てる人書いてほしいなと思うんやけども、バゲルハゲガイザーみんな何枚持ってる。これ1枚とか2枚とか、まあ0枚もワンチャンいるかもしれんけど、バゲルハゲガイザー何枚持ってる。2枚、0枚、4枚。いや結構4枚持ってる人はね結構そのまずは1枚ね。現れよゾンビランド佐賀召喚魂もらい受ける。最近砕いた。なぜか1枚は当たらない。4枚、まあ、4枚作ってる人はなレンドラーを多分作るために構築したと思うから結構ガチ勢なイメージがあるんよね。2枚出て両方分解した。なぜ1枚、0枚か。0枚はでもレンドラーやっぱ課金者向けやから無課金はきついか。辻精神かなこれ読み方。17枚。嘘はいけないじゃん。嘘つくのはねやっぱ紳士の掟に反するというか。初めて生放送来ました、ありがとう。君の鬱のなる光というものは僕の心の中に響くというのかい。お、ね、お前また引いたんか。とりあえず邪魔なカードは消えてもらって、グレガリゴン召喚。我は眠られるか。君の鬱のなる光は世界を輝かせる聖水の中に、万華鏡の中に映るものはシャリンガンの中に、渦巻きナルトのほくろを食べろって言っているんだよ俺は。無課金には厳しい。まあ多分このゲーム無課金は無理やね。まあ無理っていうかやっぱ毎日ねミッションクリアしないとやっぱ難しいよね。何言ってんだ。あ、ミジュマルコンチャ。はぁ、頑張って。今年も今年も喜び頑張るぞ。え、頑張ったー。バッユー。いやこれ小ざいな。いやこれどうしよう。めっちゃ意味わからん。バゲルハゲガイザー1枚切る。いやー何ですか。いい、もうちょ出すのちょっと渋ってしまうなこれ。あ、初見さんコンチャ。このデッキは何連勝を記録した。いやーでもいやー焦る必要あんのかこの盤面で。別に俺が焦る必要ってあんのこれ。だって次のターンどうせ攻撃今で。いや焦る必要性あるかこれ。出そうか迷うな。最近カンタラカンタ言わんな。とりあえずブラスター潰していきましょう。多分昼間に。いやでもまあいいか。もったいないけどな。これこういうの結構渋っちゃうよね。上流を呼び起こす。いや俺はやっぱチキっちゃうよね。チキンリドルやから俺。あ、でこれはまあ攻撃しないが強いね。運命の最中に私を超える力があるとでも言うのか。まあ攻撃するのもありかもしれないけども、でも焦ったら負けるからな。手札ないからなんせ。おお危ないね。だからもうだから小賢しいことすんなよ。攻撃してこい。ねどうせこいつチキンやから攻撃はしてこないよな。だが私には今カツナで14連勝したので褒めてください。結構頑張った気が。一
じゃハンデス来るなってコメントしてハンデスあマジで来るなよ、来た瞬間しばきますからな、マジでクエイクゲートある。いやハンデスが来なければいいんやけど、バジラはこういうとこが結構弱点的な要素であるからな。おめでとう、うわハンデス、ハンデス来るな、クエイクスは来ないだろう。あクエイクスか、クエイクスか、ハンデス来い、ハンデス来るな、ハンデス来る、来るぞ。ハンデス来たら新宿でダンス踊って、でそれをまあ録画してツイッターに1万いいねつくまで終われませんやってもいいよ。ハンデス来るっぽい、嘘つけ。もう許さねえからな、お前今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。行くぞ、おい地獄の底から舞い踊れ、地獄の底から舞い踊れ。いやこれな、正直バゲルハケガイザー、いやでもバジラは必殺取られるから、いやー分からん、どうしたらいいんだ俺、こういうの動きが強いと思うけどな。あーいい、まあまあでもでもばやめろやめろやめろやめて、バロムおもんないよマジで。おい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 、お前陰キャラメガネみたいな、陰キャラメガネの集合体みたいなことしてくんなよ。おおおお、にゃい、いらないカードは消えるんだ。バゲルハゲガイザー召喚、潮流を呼び起こす。ゲイザー回収したら出した後にバトム来る。バラム？バラム？バジラが強かったってこと？殴っとき。まあ殴るのはないな、殴ったらバジラ来るから。回収する意味わからん、バロム来るぞ。いやーちょっとねー、丸ボーブに速攻、俺はバロム来ない、俺は分かってんだよ動きを全て。バロムが来るという確定的な保証がないのに、なんでそんな弱気な行動をしないといけないんだよ。俺のプレイングはこうやからね、やっぱそのウラベーン、リバースチャージャー発動、このカードの効果によってベルドラを戻すぜ。あーでもちょっと待ってよ、バゲルハゲガイザーかこれ、なったらトットピッチを戻すことによって私は世界の確一戦を戻すことができる、現れよ。そしてトットピッチ召喚、出発、バゲルハゲガイザーの攻撃、終焉をもたらせ大地の神よ。力を見せる時、おお、怪人を見るのが俺の趣味なんだ、メガネ坊主どもが現れよ。ほらバンバン行くぞ、バンバン決着をつけよう。この動き強すぎ。まずは1枚目、だからバラム来る可能性があるから攻撃したくないけども、もう俺にはやらなければいけないんだ。いやーでもな、こういうとこがな、でももう行くしかないんだよ、俺にはそれしか道がないんだよ。マロム疲れたら負けねん、リリーサルじゃん、あれいいんだよ、もう攻撃で浮き飛べ、お前の帽子を取るのが俺の趣味なんだ。必死、あい無駄無駄無駄、雑魚カードを並べたところで俺の布石にはならんわ。恐怖を見ろ、あい、いやでもな、これ返すシールドトリガーが確かないんよねこのデッキ、だから相手が盤面取ってくれればありがたいんやな、1番は。でも バロムがなければ盤面取るという荷物を展開するしかないからね。よし、秘書この大仏マシンどもが、一生この大仏オタク、おい大仏オタク希少すぎだろ、大仏野郎がよお前。あでも1枚残ってんのか、大仏みたいなプレイングすんな大仏野郎が。
必勝この大仏野郎。大仏プレイングするな、大仏プレイングを。だからこういう時にこそ私は冷静にならなければいけない。大仏みたいなことすんなよ、大仏大仏オタクみたいなことすんなよ。富士宗こんちゃ、万女こんちゃ、大仏みたいなプレイングすんな、お坊さんのほくろがよ。お坊さんの観光部取るぞ。うーわ、あでもこれ、でもさこれ、はい一枚もこれ、はいクソゲー、必勝この大仏野郎。ほんまに仏教やん、仏教の大仏マシーンが来んなよ仏教への当たり強いのくせ。